アイス氏は、主に中世に活躍した、日本の豪族である。影流の創始者として知られる剣豪、アイスひさただが出たことで知られる。古記録では、アイソとの表記も見られる。姓は源氏の武田氏の孫とされるが、その詳細な系譜は明らかでない。俗軍書類中では一条忠頼よりが、アイス氏祖とある。本願地については、伊勢国、木の国の領説がある。 公安の役で水軍を率いたとされることから、わかるように、海運に関係を持つ氏族で、後のアイス移行祭も水軍に加わって、各地を旅していたと考えられている。伊勢アイス氏は、室町幕府の県民貿易に、第五次座スマンイとの脈絡によって、伊勢放落者二号船、九号船の宝徳土発、使い以来携わっていた。アイス久たが北京に赴いたのは、第二期、 六時県民貿易で文明十五年十二月に堺を出港している。日向国に寄港し、年を越して年波を経て、北京には民の聖火20年11月に到着、日本の文明十八年7月4日には帰国している。愛水を守る忠だ雪は山田三方の内部構想で一時敗退した倉方浪人の山田玄重をめぐって、一括戦を起こる直前で、 仲裁の労を取っている。伊勢神宮一根牛実根教は、文明11年12月27日の内空引き付でただ行きに、新城古武行職と社位を表している。この書状により、伊勢愛須氏は、伊勢大神宮採取家に代わり、国式田畑氏が職史を動かしている、神山軍の剣団権の掌握と、戦宮武行の任に当たったと思われる。五箇所上司には観光施設、 アイスの里と資料館がある。五箇所上はアイス氏が寄ったとされており、中世古書道はこの系統が伊勢アイス氏に対して本家にあたる仮説を立て検討しているが結論は得られていない。一方、南西調氏などによると五箇所上によった五箇所氏はアイス氏一族と推定されるが詳細は不明とされる。ありがとうございます。